Hi everyone, it's Naomi. Welcome to Naomi channel. みさんこんにちは、なおみです今日は恋愛編パート2失恋に使える英会話をたくさんご紹介しますまだパート2なのに失恋編ってちょっと急なんですけれどもこれはもう自分が失恋した時はもちろん友達が失恋した時にも確実に使えるし知っていてほしい英語の表現なのでぜひ皆さん最後までご覧ください オミチャンネルはネイティブの英語表現や発音あと知識そしてアメリカの情報が身につくチャンネルです。前回の恋愛編が好評だったので今回パート2の失恋編なんですけれどももちろん恋愛がうまくいっている時によく使える英語表現は今後のパート3以降でたくさんご紹介していきますのでご興味のある方は是非チャンネル登録をよろしくお願いします。 まず恋愛とか失恋でこう振るにしても振られるにしてももしくはお互いに違う道を進もうと一緒に決めるとしてもこのような状況に本当によく使われるネイティブの英語表現というものがあります今回はこちらを5つご紹介したいと思いますので参考にしていただければ嬉しいですまず一番ベーシックな表現は break up with という英語の表現です break up with 誰々で 誰とと別れたという意味になります例えとしては「I broke up with him」とか「I broke up with her」「he broke up with me」「別れた」というのは結構起こってから過去形で使われることが多いですよね。なので今ご紹介した表現は過去形なんですけれども現在進行形で用いる場合もあってその場合はこう別れるつもりとか今まさにその時点で別れているという意味になります。で使い方の例えは I'm breaking up with him. Toka I'm breaking up with you. 発音は Break up with Break up with 過去形は Broke up with Broke up with 例文としては I broke up with him. Toka I'm breaking up with him. と使います。その逆で。 別れてしまったけれども、よりを戻したい場合、別れたけれども、どうしてもその人が好きで忘れられ,れ,られなくて、よりを戻したい時ってありますよね。そのような気持ちをこう相手に伝えたいときに使えるフレーズが、get back together という表現です。使い方としては、let's get back together とか、we should get back together と、よりを戻そうよという意味で使われています。発音は、get back together.get back together.get back together. 使い方は、let's get back together. とか、we should get back together. と使います。次のフレーズは、別れが辛い時にもうその気持ちを乗り越えるという意味とか、その人への思いをこう振り切るという意味でよく使われる表現で、get over というフレーズです。 例えば、いつまでも別れた人を忘れられない場合とかに I can't get over him というとあの人のことが忘れられないという意味になります him から you という単語にするとあなたのことが忘れられない I can't get over you という意味になりますまたその逆で好きだった人への気持ちがこう吹っ切れたという場合は同じ over という単語を使って I am over him.I'm over him もう彼のことは、吹っ切れた over him というふうに使います。発つは、「Get over him。「Get over him。「Get over him。」とか、「v か r him とかも、うっ over him とか I'm over, over, over you というようによよにく使われますそして次のフレーズは失恋して傷ついた心を英語で表すとってもシンプルな表現です。heartbroken 言葉の通り直訳だともう心が壊れたもうすごく傷ついている状況を表します。使い方は「I am heartbroken」i am heartbroken というともう私はとっても傷ついているという意味で失恋した時によく使われます。 また例えば「he broke my heart」というと彼に傷つけられたという意味で傷つけられる方はこう受け身なのでこの場合も「break」の受動体の「broken」で使われていますけれども現在進行形で使うこともあって例えのフレーズだと he is breaking my heart. 彼にとか彼の行動に今まさに傷つけられているという意味とかあと「彼の行動に今まさに傷つけられている」 You are breaking my, heart. You breaking my heart. というと、もうあなたのしていること、今まさにあなたのしていることに私は傷つけられていますよという意味になります。発音は、heartbreak.heartbreak heart。受動体が、heartbroken.heartbroken heart。使い方は、I'm heartbroken.I'm heartbroken. とか、break my heart. とか、 broke my heart という言い方を使って he broke my heart he broke my heart とか you're breaking my heart you're breaking my heart そして最後は失恋の傷もこう癒されてきて前に進んでいる前進している状況を表すとても重要な英語表現をご紹介します先ほど I am over you. I'm over you. という表現で、こう、吹っ切れたという言い方をご紹介しましたが、もうその他にすごく重要で使われているのが、moving on.moving on とか、move on という英語の表現です。move on も前進していて、こう、別れが吹っ切れていくということを表していて、もうすでに吹っ切れたよという時は、I moved on とか、I have moved on.I've moved on というように使います。 でもしこう失恋を引きずる友達などにあんな人早く忘れた方がいいよというようなアドバイスをするときは you should move on.you should move on などと使います。発音は現在形では move on. Move on. 過去形は moved on.moved on 進行形は moving on.moving on. Moving on. 使い方は I moved on.I have moved on. とか I'm moving on. そして You should move on.You should move on.Move on というフレーズは失恋など以外の状況でもこう何かからこう遠ざかる前に進むという状況を表すときに本当によく使われる表現です例えば会議中などでこう一つのトピックについての話し合いで時間を費やしすぎてしまった時とかは Let's move on もう次に行こうっていうような意味でよく使われます今回は失恋というトピックでとっても使える英語表現をご紹介しました今回の情報が少しでもお役に立ったという方はいいねボタンを押していただいたりコメントをいただけるととっても嬉しいです今後も絶対に使える英語フレーズをどんどんご紹介していきますのでよろしければチャンネル登録をしていただけると今後のコンテンツを作っていく励みになりますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは皆さん Thank you so much for watching my video. I will see you next time. Have a good one. Bye.